下がろうかな。いや、札幌の地で。モアファイヤーヒア。初めてのライブになるんですけど、なんかね、この札幌に入って3日目ですけど、なかなかリハーサル、そして打ち合わせ、ほとんど飲み会ですけど、もうすごいまとまってきましたので、きっといいライブになると思いますので、よろしくお願いします。ちょっと違うでしょ、いつもと。ね。じゃあ、ライブの模様なども見ていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。殴り込みの時初めてお会いしたんですよ、ね、そうなんですよ、僕今までね、マージュさんお会いしたこともなかった。そうそうそう、ご挨拶もしすぎてて、ね、でも聞いたらあなた死ぬほど有名人じゃないですか。いやいや、何をそういうことやろ、そんな僕も周りのミュージシャン、みんなおい清水、全員呼び捨てしましたよ、僕らの周りのミュージシャンの方々つまり、あの皆さんに可愛がっていただいてる兄さんたちに可愛がっていただいてる、見事全員、おい清水、これダメやねんとか、みんなの声喋っていく。もう兄さんたちに愛されてなんぼの、はい、ありがとうございます、本当に幸せなんです。そうなんだか、清水君そんなに有名な人なんだと思ってごめんなさいね、それじゃあ会った何時間後にすぐ分かりました、はい、2軒目行った時にすぐ分かりました、はい、この人は愛されるわと思ったもん。
疲れ様です。お最高でしたよ。ヘクション横でヘクション言ってますけど言ってましたよ。うちのリーダーなんですよ。よろしくお願いします。これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いいチームです。だからすごい楽しいことが起こりそうで、どうかよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。